が違う。いつもと硬さが違う。あ、か書いてあるじゃん。あ、間に合うかと途中で、これ終わったら書いていいよ。はい、では始めます。5秒前、3、2。この間妻と一緒に会社に、うん、会社にね行くことになって、っていうか、まあよく行くんです。1週間に 2,3 回かな、よく車で、まあ、仕事の時間が合うときに行くんですけども、まあ、その日も妻がなんか午前中にラジオショッピングがあると、ラジオで喋る、うん、っていうのがあるので、まあ、一緒に車で会社に向かったんですけど、途中で妻があのスマホ忘れたということに気づいて、はい、うん、でもその車の中で気づいてから家帰って会社行くにはちょっと時間がもう、まあ、足りないと、うん、間に合わないと。で、まあ、そのまま会社向かって、じゃあ分かった、今度ラジオショッピングが終わったら俺も近くでブラブラとしてるから、それ会社の下で車バトンタッチして、それから家に戻って、うん、スマホも取ってくればいいんじゃないっていう話になって、で妻を会社に下ろして、で自分はまあどうしようかなと、ちょっと20分30分ぐらい空くから、うん、近くのコンビニでちょっとコーヒーとか入りながら、でなんかいろんなちょっと本読みながらとかで待ってて、あ、もうそろそろかなと思って、妻に、まあ、LINE で、もし、そっちが終わったら会社の下に降りてきてねって LINE 打ったんですけど、うん、それ届くはずないよね、スマホ忘れてるから。皆さんこんばんは、神田邦弘です。こんばんは、伊波優作です。こんばんは、心です。始まりました、ギノガルフ。はい、お茶目なんだから。もういや、お茶目っていうかね、うん、もうね、またやるね、うん、届くわけないなっていう。でも10分ぐらい待ったんですよ、うん、気づかんで、うん、でだんだんイライラするんですよね。なんで返信ないか、既読もつかんし仕事終わって、うん、いやだったらもう俺も一応待ってるわけだから、そうのことね、そうな、そのラジオが終わるのを、だ遅れるとかなんとか連絡を一つくれればって思うわけ。そう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 、俺もそんな暇じゃないよと、うん、急いでるんだよと、うん、早く返信してよと思ってたんですけど、うん、届くわけないよね、スマホ忘れてるから。これが、46歳のリアルです、はい、苦笑いいやでもこ、まあまあ、でもさ、いやいや、なんだろうな、うん、スマホって本当に今当たり前のように使ってるからさ、分かる、ちょっとしたらそういうことも忘れちゃうのよ。分かる、ね、もういつものように LINE 打ってなんとかしたらもう終わりと思って待ってるからさ、うんうん、だって俺おまけ放送って自分のスマホでやってるのに検索しようとしたからね、こうやって俺今やってんだと思ってはいはいはい、そうそうそう、そうですよね。心とかもない、配信してる時にさ、うん、なんかスマホ探そうとかさ、うん、そんなのってないの？あ、ここは狙い持ちなん、あ、タブレットとなんで、いけるね、そこまでないです。そうかそうか、それが一番、まあ、便利というかやりやすい、あ、まあまあまあ、そうですね、方法かもね、うんうんうん、まあ、皆さんの状況とはちょっと違うけど、違うけどもね、うん、結果その後はしばらく経ったら帰っては来たんですか？帰っては来たというか、うん、あ、その LINE？ 違う、奥さんは、あ、だから、妻は、うん、あれよ、本妻の方ね、妻はその仕事が終わったらすぐ降りてきてたのよ。あ、降りてもう来てたんだ。降りて待ってたのよ。待ってたんだ。待ってたんだけど、俺は近くのコンビニで、あ、なら明日連絡してね、だからそこでちょっと意思疎通が、もうずっと10分ぐらいずっと待ってて。なるほど、お互い、はい、じゃあ向こうからしてもどこにいるんだろうになってたもんね。そうそうそう、何してんだろうっていう感じで待ってたらしいんですけども、怒ってなかったですか？いや、怒ってない、怒ってない、大丈夫です、ね、温厚なんで。そうですか、はい、はい、本妻の方はもういいよなもういいよな、自分でもう、とにかく、まあ、全然怒ってなくて、まあまあまあ、まあ、本人も、ね、あります、あります、ごめんねみたいな感じで、うっかりっていうね、うっかりなんですよね、うっかり話でした、はい、はい、
さあじゃあ、進めていきましょうか、この1週間何があったのかなのコーナー、はい、じゃあ僕からいきましょうか。はい、ね、先週の水曜日に初めて顔に針打ちました。あ、うん、まあ言ったじゃないですか。言ってましたね、うん、もうやろうかなっていうのを、まあね、グッドフィールドグループの、サロンドグッドスタイルというところで、うん、今月まで、この針を打てる方がいたんですよ、はいはい、でそれをちょっと受けに行こうと思って行ってきて、もうなんかいろいろ確認しながら打っていくんですけど、うん、ちょんちょんってされるぐらいで、うん、全然なんか痛いとか、あ、そうなんだ、そういう感じは全くなんか SNS にもね載せてましたね、うん、そうそう、まあ、針結構な針刺してませんでした。全くなかったの、顔中針だらけになったんだけど、針だらけで、ね、全然あの痛みとかはないんですよ、うん、ただその打ってる感じと、うん、いろんな施術をしてる中で、うん、相当なんかストレスだったり、うん、食いしばりだったりそういうのがあると。だからあの結構緩めないと大変ですと、うんうんうん、そしてこれだけはもうどうしても伝えたいんですけど、うん、女性に気を使いすぎですって言われて、そんなの分かるの、分かるらしいわけ、分かるの、気を使いすぎはまあちょっと分かるかもしれないけど、女性に限定なん、なんかだからいろんなのをこう施術しながら分かるらしいのよ、うん、女性にって、俺すげえドキッとしちゃって、気使いすぎなの女性、いや分かんないけど、うん、自然にやってるのか知らないけど、はいはい、特にそういうことらしいよ、すごい、うん、ちょっとなんかいろいろ脈測ったりとか、いろ、うん、んなこの顔あのなんていうの、ここが凝ってたらこうとか、なんかいろんなのを総合して教えてくれる方で、占いみたい、すごい、そうそう、本当に本当に、で神田さんの一番、凝ってるところはそれですって言われて、うーん、うん、で結構あの奥まで針刺しました、そこのところは本当に本当に。これじゃあ男性には気を使ってないけど、うん、女性に気を使ってるって、まあだから対応が違うってことじゃない、この技能グラフで言うと、うん、心ちゃんには気使ってるけど、うん、イハリは気使ってないってことですよね、まあ、うん、そこら辺はもう全然、左、うん、左顔の左は張ってない、右が張ってる、右が張ってるって、やっぱりこうなってるからが、うん、そうそうそう俺のところ左向いてるから、そのところが、その人ギノガルフ聞いてるの違う違う違うそういうことじゃないけどそういうことじゃないけど、だからそうらしいよ、そんなのね、いやだからびっくりしたね、女性にとかって分かる、あるらしい、そうか、ただもうその方がもう来月から外国行っちゃうんで、うん、もうちょっとしばらく分かんなくなるんですけど、ああそうなんだ、そうそうそう、いやそんなことまで分かるなと思って、うん、顔に針打つ以上にびっくりしましたね、びっくりしますね、で今はじゃあその針打ったから、うん、ちょっとそれがちょっと和らいだというか、まあまあ、 あのほぐれてるとか、そのなんていうか力をこう抜くというか、うんうんうん、だから強いマッサージとかじゃなくて、そう脱力というか、その食いしばりとかそういうのを緩めていくっていう、ね、東洋医学系の、まあ、針だからもちろんそうなんだけど、はいはいはい、東洋医学系のものらしい、うん、でこの方その他にも ヨガと か、はい、なんかそういうのにも詳しいみたいで、うんうん、トータルしてのそのなんていうの施術になるんだけど、うん、アドバイスはもうそれでした、うん、一番言われたのはそれでした、はあ、うん、いやそうなので分かるんだったらすごいですね、うん、行ってみたいな、うん、矢さんも言われるかもしれないです ね、うん、本妻に気を使いすぎて知らないですけどいやーなんかそうらしいから、ただそれからなんか久しぶりにぐっすり寝まして、あそうなんだ、うん、やっぱちょっと寝ながらも力が入ってたのかな、分かんないけど、そうそうそう、だから初めての針だったけどやってみてよかったですね、なんか厚木がね、はい、顔に針やつ、はい、心さすがにやったことないでしょ、やったことないです、でもめっちゃ興味あります、そう、うん、美容針みたいなやつで、はいはい、でちょっとそのやっあとはやっぱ引き上がるのよ、顔が、そうそうそう、うん、そうそうなって、だからそれプラスそのハイフとかも合わせてやるとより効果が出ますよみたいな形で、ハイフはもうこれからもずっとあるから、はいはい、ちょっとまたあの男性も女性も受けられますんで、うんうん、よかったらサロンのグッドスタイル、チェックして
いただければなと。いい、すごいですね。思います、はい、じゃあ続いて伊波さんいきますか。はい、はい、ごえこえいしょアワーっていうラジオの話なんですけど、はい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 、まあまあ RBC アイラジオでやっている、うん、ごえこえいしょ先生と、中澤健太さんと、うん、中地くん、うん、ね、この、今日の FM 宜野湾でも担当している中地くん ね、 あ、いや、この後ね、3人でね、うん、やってるラジオで、普段だいたいやっぱ中澤先輩が、うん、中澤さんがまあ中心になって、うん、まあ 回していくね、回していくっていうラジオで、うん、僕も好きでよく聞いてるんですけど、はい、まあ、今月入ってあの中澤さんがちょっとお休みしてたんですよ。ああ、なんかあの、SNS に上げてましたけど、なんか入院、ね、そうそうそう、されてたみたいな。まあ、でも先週の放送から復活されて、うん、もう元気に放送してるんですけど、うん、その前の週、そしてその また前の週2週連続でお休みされてて、うん、中澤さんが、でそこを、ごえくえいしょ先生と中地くんの2人で、うん、そのラジオをやってたんですけど、あ、特に誰か入れるとか、入れるとかではなくというわけでもなく、2人でやってた、2人でやってて、うん、でまあ中田先輩がいないからっていうか、いない分ごえくえいしょ先生がもうめちゃめちゃ最初からフルパワーで喋っていって、うんうん、まあすごいカラカラと、うん、カラカラ回ってたんですよ。カラ回りって言ったらおかしいかもしれないけど、うん、まあ、そういう感じでふわふわしてたんですよ、うん、ずっと、うん、それ聞いて、うん、本当に五役先生には恐縮なんですけど、うん、とっても気持ちよくわかるってもう恐縮ですよ。もう僕も、まあ、こう五役先生とね並べてじゃないんですけどもうそれ聞きながら五役先生わかるよと、わかるよねって、わかるよってその気持ち、普段の MC がいない時の感じ、ね、いない時のあの空回り方わかるよ、わかるよと、うん、すごい共感しましたね。なるほど、はい、これこれこれとこういう感じ、こういう感じっていうのを、いつもこの場所にいるんだけど、あのなんか変にテンションが違ったりとかね、違って、うん、かやっぱりリズムがちょっと ね、 ね、うん、おかしいんですよね。でも本人はやっぱり、うん、その分、まあ、中田先輩の穴も埋めないといけないというか、うん、そういうやっぱ、気持ちですごい、元気にというか一生懸命やるんですけど、うん、まあね、本当にあの時の俺だなっていうのをこのギノガルフで聞いて、うん、経験した、はい、しかも2週だったんで、はいはい、もうすごい痛いほどよく分かりましたね。なるほど。そんな伊波さんになんですけど、え、僕、うん、3月に一回お休みするんですよ。え、3月に、3月に大丈夫よ。どうする、ここの 2人でやる、誰か呼ぶ、呼びましょういや一回考えてシンキングタイムみたいなもん即答はちょっと、即答だったらそうね、誰か、まあ、もう一人来て、まあ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 、ね、まあでもできるけどね、2人でもね。そうですか、うん、できるでしょ、だって2人でやったことまだないもんね。うん誰か呼びましょう、はい、そうですね、その方がいい、その方がいいかもしれないですね。いいですね、はい、まあ今までにない即答だったんで、そうですね、こんなに早いんですね、コロちゃんの返事ってこんなに早かったんだ、そうですね、瞬発力あるみたいですね、瞬発力ありますね、はい、以上でよろしいでしょうか、はい、はい、じゃあ、続いて心行きましょうか、はい、はい、昨日と今日、うん、あの大阪から友達が帰ってきてまして、大阪に転校してた友達が、あ、沖縄に帰ってきてたってこと、沖縄に帰ってきまして、はい、うん、もう5年ぶりの再会、お、小学校6年生の時に仲良かった子で、うん、中学校の時にもう転校しちゃって5年ぶりの再会だったんですよ、うん、あ、中学、そうかそうか、はい、もう本当にコロナなって、本当はもうなんだろう、この転校した次の年ぐらいには会おうみたいな話だったんですけど、すぐコロナになっちゃって、それで会えなくて、連絡も結構途絶えてたんですよ、もうお互いの誕生日ちょっと祝うか祝わないかぐらいの。でもこのあのちょうどもう1ヶ月もしないぐらい前に連絡が来て、もうめっちゃ久しぶりに、今度沖縄帰ってくるんだけどどこかで会えないかなって、もうこう泣きながらその瞬間電話しちゃって、うんうん、相手も引くぐらいに、うん、それでもう昨日と今日、うん、学校2日間お休みして会ってきました。あら、いいね、いろんな場所行きました、うん、まあ、久しぶりの、あっちが沖縄だったんで、うん、行きたい場所とか聞いて、うん、こことか新しくできた場所行ってないとか、うん、いろいろ聞いて、もう1日でいろんな場所行きましたよ。ショッピングセンター2つ3つぐらいまず行って、うん、でそっから
宜野湾のダウンロアンに行ったり、うん、あとなんかあチャタンチャタンの方も行ったりとか、うん、もうめっちゃいろんな距離移動しました1日かけて。どんなやって移動したの？あタクシーで。おいかっこいいな。そうですか。バスわかんないんで。そうよな。いやだから時間なんかこの2日間しか遊べないから時間を無駄にしたくないねってなって、うんはいはい、やっぱバスとかだと待ってる時間とかが結構あるから、そうだね、もうもうタクシーでほとんど移動しようってなって、まあ、あの一本で行けないってとか。チリもチリも苦手だから、うんうんうん、タクシーの方が確実だしね。うん、チリが苦手なだからとかじゃなくて時間無駄にしたくないからですよ。全然時間無駄にしたくないのもあるけどチリも苦手っていうのもあるでしょ。ないですよそれは別にないですけど認めない。時間無駄にしたくないからタクシーとかも扱っていろんな場所行って、うん、で今日もさっき空港に送ってきました。あそうなんだ。今日帰ったんだ。今日あの夕方の便で帰ってったんで、うん、でもなんかこのその子がもうすごい頑張ってる子なんですよ、うん、この大阪に行っても、うん、自分が好きなことに一生懸命というか、うん、ダンスがすごい好きな子だったんですけど、うん、大阪に行ってももういろいろダンスやったりして頑張ってるみたいで続けてるって、もうそれ聞いてちょっと嬉しくなって、うん、あやめてないんだとか思って、うんうん、それでちょっとこうもあ頑張んないとなって思って、うん、すごいなんかなんだろう勇気というか元気をもらえる2日間でした。本当に幸せでした。そっか。もうじゃあ小学校の頃からもずっと仲良くて保育園からの幼馴染です。保育園からってことか。あじゃあ相当長いね。そうか。もちろん心が今こういうことやってるのも知ってるわけよね。あ知ってます、うん、ここが実は初めて沖縄のアイドルを見たのもその子がきっかけで、その子がこの沖縄のアイドルを見に誘ってくれて、うん、野外でのこの閲覧フリーのイベントが、うん、イベント系のやつね、うん、ある時に誘ってくれて、うん、一緒に行かないって言ってくれて、それで初めて沖縄のアイドルも見て、小学校6年生の時、それが多分初めて見た時。なるほど。なんでそっか。いやなんかだって今あれでしょ。じゃあということはOBP になってから初めて会ったってことでしょ。あそうですね。あそっか。そうよね、うんうん、どうだった。まあいろいろね SNS とかなんかいろんなので知ってくれてると思うけど、うん、でも報告はしてなかったんですよ。あの伝えてなかったの。なんだろう、言うタイミングもなくて、このほら連絡もあんま頻繁になってなかったからも、うんうんうん、なんかなんだろう、なんかいちいちそのために連絡するのもなと思って。まあまあちょっと離れてたらね、うんうん、そっか。だからまあでもあっちももともと沖縄のアイドルとかをよくチェックしてたから、まあ、もしかしたら知ってるかもなぐらいで思ってて、うん、でまあ昨日会った時になんかあ今そういえばこういうのやってるよって話して、うん、まあなんとなく知ってたよぐらいではやっぱ言われて、まあやっぱそうだよなと思いながら。なるほど。そうか。なんか言ってた、それに対しては。あいやなんかやってるっていう、ね、何もういつかはやると思ってたからみたいないつかはアイドルすると思ってたからみたいな。あそうだ、もうじゃあ小さい頃から見てて、うん、そう思ってたんだ。あのもぐろ福蔵もうまいねとかって言ってたモノマネこれ聞いてるんですかねいやこれ聞いててくれたらさ、別に大阪でもさ。そうだよ、ね、まあ確かに、うんうん、全てがわかるからね。ね聞いてたら恥ずかしい。全て恥ずかしい、もし見てたらじゃあコメントお待ちしております。今多分飛行機ですよ、うん、あ今まだ乗ってる。今まだ乗ってるんじゃないですか。まだ乗ってるか、多分家に帰ってる途中ぐらい、うん、はい、アーカイブもありますんでよかったらねチェックしてみてください。恥ずかしい。心頑張ってます。頑張ってます、はい、さあじゃあ、ツイキャス拾っていきましょうか。はい、ちょっとこうか。はい、バッファさんが来てますね、ジーンズかわいいってことで。あ、ありがとうございます。入る時に見えたんだね。はい、こんばんは。こんばんは。高坊さん来てます。こんばんは。こんばんは。はい、ニセカメさん、皆さんこんばんは。はい、こんばんは。こんばんは。マサさん、こんばんは。僕も同じことをしたことがあります。さあ、スマホの話ね。あー、なくしてる相手にね、はい、連絡取ると。はい、沖縄にワンチューさん、 F ギロワン回想前の生放送、お三人さんこんばんは。そうだね、最後だな、このスタジオ。ああそっか、でやるの。もう次来るときにはもう変わってるんだ。ああ写真撮ろう最後にね。もう、だって、うん、あそうそう、今で言っておきますが来週お休み、はいはい、だね、はい、FM 技能マンね、はい、はい、ということですので、MJ さん、皆さんこんばんは。心髪染めてストパーしたってことで。してないですよ、染めてない。はい、そのままだそうです、はい、はい、
鳴沢さんお疲れ様です。冬がもう終わるよとなるんでしょうか。もう一回ぐらい来るんじゃない、うん、もう一回ぐらい、はい。火星人さんギノって来てますね。大丈夫ですか。バイオハザードみたいになってますけど大丈夫でしょうか。かゆう馬みたいになってますけど、ニセカメさん、今日お仕事用のスマホとして画面が割れてしまいました。あ、このショックよね。はい、誠さん、皆さんこんばんは。あ、カナさん、日曜サイバー来てましたね。羽田とこから会釈したぐらいですかってことで、はい、あ、行ってました。日曜日に、あれ何衣装つったらいいの、何衣装、何着てたっけ。あのチェックの冬しか着ないっていう、スイーツ彼氏衣装、スイーツ衣装、スイーツ衣装って略して呼んでるんですけど、スイーツ衣装でやってました。はい、スイーツ彼氏も歌いました。歌ってた。ああ、よかった。ちゃんもう見た見た見た。あれね、なんか今回なんか比較的みんな可愛い感じな曲セットリストだった、ね。うん、あ、そうでした、そうでした、うん、あのスイートチェリーペッパーズさんっていう、うん、あのグループとツーマンだったんですけど、うん、やっぱりスイートチェリーペッパーズさん結構可愛い曲多めなんで、うん、OBP も可愛い詰め込んでこうってなって、なるほど、みんなで相談してセットリ決めました、うんうん、そうそう、可愛い系の曲が多くて、うん、で僕は久しぶりに村田さんに会ったんで、ああ、なるほど、うん、いいですか、4年ぶりだ、コロナ前ぐらいなんで村田さんに会って喜ぶっていう。そうそうそう、スイートチェリーペッパーズは初めて見ましたね。うん、意外、はい、うん、よく最近ライブ来てくれるんで。あ、そうなんだ。あ、違います、佐野さんが。あ、いや本当に仕事で関わった人しか知らないのよ、アイドルとかも。うん、そうそう、だからもう OBP と、だからカチュンとで、まあリュードルはいろいろちょっと関わってたんで、うん、まあちょっと知ってるぐらいで、他も全くわからないからさ。そうそうそう、いいですね。ラントさん、カナさん、ヤさん、ココロさん、こんばん、ワンコそば、ワンコそば、はい。コロナ寄せて寝込んでますが、ギノガルフを聞けば治ると噂で聞いたので参上した次第です。あのね、治るんですよ、はい、ギノガルフはね、はい、うん、ギノガルフを聞いて、うん、ね、栄養を取ってゆっくり休んだら治ります。そうね、そうそうそう、はい。沖縄大好きさん、こんばんは。こんばんは。おんな大丈夫かな。はい、こんな感じでしょうか。はい、あとあんつばさん来てますね。はい、こんばんは。こんばんは。はい、あ、ニルマッケンジーさんも来ております。皆さんこんばんは。はい、こんばんは。はい、あと万代さん、こんばんは、お久しぶりです。心さんはじめまして。はじめまして。昨日研修が全部終わってほっとしています。ほっとしたついでに差し入れ届けましたということです。今日ね、もうありがとうございます。本田さんからドーナツの差し入れいただきました、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、新作もしっかりいただきました、はい、でその流れで MJ さん、カンナさんの推しのアイドルはドーナツですよね。ドゥーナツですね。惜しいですね、はい、これってもうだいぶだいぶ前ですね。だいぶ前の、そうですね、はいはいはい、もう多分その子たちも30超えてるんじゃないでしょうか。いや、僕のもう変わらない、あ、そう、金言亭アンジュさんが、あ、はいはいはい、落語家に、落語家のね、そう、うん、役者さんから落語家になって、この間沖縄で公演したんですけど、まあ、僕の推しなので、うん、もう十何年ずっとファンだって言って、グッズがあったからめちゃくちゃ買ってしまって、うん、ずっと番組でも宇宙一可愛いって言ってずっと応援してたんで、そうそうそう、落語家、本当にいい感じで満席で、あ、そうなんですね、はい、会場も盛り上がってましたね、はい。あれ、このギノガルフ始まる前の火曜の9時やってたの番組、ここで その後にギノガルフやってますもんね。そうそう、うん、だからここで番組喋ったらなんか絡めるかなと思ったら、そのまま東京行っちゃったの、うん、あら、残念です。はい、そして6年が過ぎて、そうですね、うん、気がついたら番組8年やってるってことでしょ。はい、もう8年目か。あ、こっちね、こっちね、うん、はい、ちょっと締めっぽくなりましたんで。さあ、そんなにやってるんですね、8年ね。な、怖いな。本当に。さあ、ということで、今日は番組後半に上手にいってみよう。この間ニコと久しぶりにやりましたけど、はい、あのきっと心も大丈夫だろうということで、はいはい、このコーナーやっていきたいと思いますんで、お楽しみに。では進めていきましょう。ギノガルフ、この番組は石垣島の三崎牛、グッドフィールドグループ、宮平乳業、カメカメ島餃子の提供でお送りします。こんばんは、 OBP の心です。毎週火曜夜9時からの、あれ
なんだっけかなさん、ギノガルフです。そうギノガルフ生放送でお届けします。リハさん何かありますか。え、何かって何ですか。時間ないのでもういいです。ギノガルフ聞いてください。心さんバッチリです。ギソーワンツーちゃん。ミヤキラ乳業の牛乳は低温殺菌牛乳です。生乳本来の美味しさを君も一緒に楽しもう。今までないないこんな、だから美味しい。ミヤキラ乳業の低温殺菌牛乳。石垣島の三崎牛本店がついに焼肉屋やっちゃいます。ボリューム満点のランチから本格的な炭火焼肉ディナーまで昼夜好評営業中。精肉販売コーナーも品揃え豊富で、その場で食べて美味しければすぐにお土産用に買えますよ。石垣島にお越しの際はぜひ三崎牛本店へ。カメ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 島餃子、今日は餃子が食べたいね。エイカエテンアープン。マーさんのラジオでババ抜きをしています、はい、あれちょっと待って、あキュートクイーンになってる。わーこれドローだ。でも結果そうだろ。結果そうですよ。いや違う違う違う、だってできないのに、できてないのに。絶対違う、絶対違う。ちょっと待って、おかしいおかしい、それはおかしい。それは絶対おかしい。じゃあ分かった。あのおまけ放送を見ている。じゃあ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 。ダメダメ。ダメ。じゃあじゃんけんで決めよう。じゃんけんで決めよう。じゃんけんで決めよう。決めてもらうのがいい。じゃんけんで決めよう。ギノガルフ。ずっと。本当に。本当に。ああ。共感共感してた。共感して小役先生がすごい好きな。さらに好きになった。ごめんなさい、 CM の間もちょっとその話も、ね、ずっとその話いいですね。本当にあれがね、カンナさんお休みのギノガルフ聞いてるようで。でも金城さんって言ったらいいのか。金城さんの友達ややこしいな。お友達の小役先生。小役先生はだって、はい、我々がマンデラスやってる頃からはいはい同じ並びで。そうでしたね。もうだいぶ20年ぐらい前の話ですけど。20年前の、はい、だから先週やったでしょ、あのユー様のコントの話、うん、ラジオ、はいはい、同じ時期にあのその小役先生じゃないもうややこしいなハンサムさんが七三メガネな水曜日って懐かしいですね。てて我々マンデラスって番組やってて、はいはい、だから長いよね。長い本当に。え、50歳ぐらい。あ、もうなってます。なってる、はい、ああそうか、うん、なるほどな。元気だな。元気、それ見るとね若いもんね。金城さん若いね。若いよ。そうか、うん、だって30過ぎてからバク転できるようになってたもん。そうなのよ、あの人不思議な人で、まあ、仕事のね、あのフォアで、うん、バク転のなんかあったんでしょうね。それでできるようになってたから、うん、そう、うん、体もなんか締まってるよ。締まってる、うんうん、はい、ということで、じゃあここからはグッドフィールドグループからのお知らせなんですが、今日はねちょっとあの僕がご紹介してまいります。はい、今日はマウシー浦添西海岸バルコシティ店マウジー2024スプリングサマーのテーマとアイテムをご紹介いたします。今シーズンのコンセプトはオリジンエボリューション、これは原点進化ということです。今はファッションの多様性が進み、自分が好きな服を着るという自己主張の意思から相反した要素を混ぜ合わせ、それがやがて個性としてのオリジナルへと進化した時代となっています。その意思だけを受け継ぎ、相反した要素をミックスさせたメリハリのあるミスマッチなスタイリングで魅力的なミクスチャースタイルを提案します。マウジの原点であるデニムスタイリングをメインに、メタリックやシアテック系ファブリック、カットアウト、バッティングなどの近未来を連想させるディテールを取り入れ、相反するグランジ、プレッピーをベースに Y2K の要素を取り入れながら多様なカテゴリー要素をミックスさせることで、エッジのある意外性をマウジーオリジナルで表現しています。これからのファッションに進化し続けていこうという2024年の新しいファッションとなっています。中でも一押しアイテムがデニムシリーズです。今シーズンもトレンドである太めなシルエットが大人気ですが、マウジーではバギーストレートやリメイクデニムなど、マウジーならではのデザイン性のあるオリジナルのデニムが発売しています。
またこれから発売されるデニムシリーズも他店舗にはない一味違ったこだわりのデニムがたくさん入荷してきます。他のお店では体感できないとてもワクワクした気持ちにきっとなるはずです。ただいま店頭では春の匂わせも始まっていて新作アイテムも続々入荷しています。ぜひマウジで一足先に春気分を味わえませんか。スタッフ一同皆さんのご来店を心よりお待ちしています。お問い合わせはマウジ浦添西海岸パルコシティ店、電話 098-943-8623 098-943-8623 番までどうぞ。以上、グッドフィールドグループからのお知らせでした。ということで今日はマウジ浦添西海岸パルコシティ店ということなんですけれども、はい、まあ、ちょっと一押しアイテムデニムシリーズということで、うん、もう最初から気になってたのがその、まあ、あのデニムの中でもあの太めなシルエット、はい、ね、マウジでバギーストレート、またリメイクデニムなどもありますんで、この辺やるとちょっとやっぱ一味違った、ね、うん、おしゃれな感じが、出てると思いますんで、でもう春のニュアンスも始まってるということで、もうちょっとねやっぱシーズン先取りなので、そういう感じのもう春なんですね、そうですね、まだちょっと肌寒いんですけど、やっぱおしゃれってね、うん、ちょっと先を早めにゲットするのがいいことですのでね、2024年の新しいファッションぜひ皆さんのご自身の目でチェックしていただければと思います。以上、グッドフィールドグループからのお知らせでした。さあ、それではお知らせいきましょうか。じゃあ心、はい、お願いします。私が所属しているアイラルグループ OBP の情報です。今週末イベント出演はないのですが、来週末に楽しみな有機アイラルさんとの合同バスツアーがあります。一泊二日のツアーで東南植物楽園に一緒に行ったり、ホテルでもいろんなアクティビティが用意されてるみたいなので楽しみにしててください。こちらのイベントが1月31日、今月ですね、今月中が締め切りとなっているので、明日か、はい、そうです、明日締め切りなので、うん、迷ってる方はぜひぜひお急ぎください。そしてその次の日は有機アイドルのコアちゃんの生誕祭があるので、そちらもぜひお越しください。よろしくお願いします。ということはもうそれ行けたら3日間一緒にいますってことよね、はい、おいいですね、3連休、はい、一緒に過ごしましょう。お願いします、はい、詳しくは OBP の SNS ホームページチェックよろしくお願いします。はい、お願いします。続いて伊波さんもいきますか。はい、はい、琉球歴史ドラマ第3弾の雨割りがですね、うん、2月の7日から、はい、放送されます。3週連続で、で、まあ、それに伴ってといいますか、今ですね、ゆるゆる配信ということで、うん、出演者の皆さん、佐久本宝くんで、日賀里乃さんで、前城美鈴さん、知念慎吾さんと、で他にもそうそうたるメンバーで瀬吉浩二さんも含めてですね、うんうん、で中に、歴史研究家の、まあ、加賀津仁佐さんも入って、うん、雨割りの、まあ、ちょっと歴史ためになる勉強になることも話しながら、うん、さらにドラマが楽しく見れるようにということで、本当にゆるくみんなでワイワイと、うん、ちょっとお酒飲める人は飲みながらの配信を、うん、今ですね、まあ、2話、先週末にちょっとその配信、動画で、まあ、送ってまして、これからまたちょっとね、毎週末どん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 その配信も更新されていきますので、うん、ぜひそちらも楽しみにしながらドラマ雨割り2月7日からの放送を、楽しみにしていただきたいなと思っております。そうか、もうそれもついに来週か。そうなんです、うん、来週ですね、はいはい、で、まあ、今、また正八正右衛門も、うん、第1弾第2弾ですね、琉球歴史ドラマ第1弾第2弾のドラマも TVer でも見れますので、うん、はい、ぜひそちらもご覧になって、合わせてご覧になって、雨割りぜひ楽しみにしていてください。はい、じゃあ僕も一つ、こちらももう気がつけば来週なんですよ、はい、プロ野球のトークライブ、はい、アウトプットナイター特別編ということで、はい、ね、あさってからなんとプロ野球キャンプがもう始まるんです、うん、早いんですよ。早いですね。2月1日、プロ野球ファンの人では、うん、もうここがお正月の、明けましておめでとうございますっていうぐらい、球春到来っていうね、うんうん、言葉がこう出てくるんですけど、ここからプロ野球が1年がスタートしていくっていう。あ、そうなの。そうなんですよ。で、沖縄もキャンプ地たくさんありまして、各地ファンの方がね、県外からも来て盛り上がるタイミングなんですけど、で2月8日です、来週の木曜日に、アウトプットでアウトプットナイター特別編行います、ゲストに、
川野まりなさんというね女性シンガーの方を迎えて阪神の岩崎投手の、テーマ曲を歌ってる方なんですけれども、うん、なんと今回は歌うそうです。おう、はい、ライブで。そうそう、はい、イベント中に歌もねあるということで、あとはあのリップサービスの深夜と合わせて3人でもう野球談義がっつりやりますんで、はいはい、で、場所はアウトプットでもちろんやりますが、会場19時開演19時半で前売り2000円プラスワンドリンクなんですけど、ユニフォームを着て、来てくれたらワンドリンク無料というサービスがあります、うん、でちょっと問い合わせであったんですけど、あの配信しないのっていうのがあって、うんうん、今これ掛け合ってるところで多分配信もねやります。はい、配信はだからまあ1500円ぐらいになるのかな、うん、ちょっと安めにして、見られると思います。県外とかちょっとタイミング合わないなという方はアーカイブも残りますので、多分明日か明後日ぐらいにはその配信の、URL 等々ともお届けできるかと思います。でまずは実際にね直接来て、楽しんでいただける方お待ちしておりますん でアウトプットにメールで予約でもいいんですけども、僕のなんか SNS、まあ、Twitter だったり、あ違う、 X だったりインスタだったりでも受け付けますんで、ぜひメッセージお寄せ、メッセージじゃない、行きたいよという方は連絡ぜひ送ってください。お待ちしております。はい、詳しくは僕の SNS ぜひチェックしてください。さあということで、はい、一曲いきましょうか。いきますか、はい、今日誰のリクエストでしたっけ。はい、心です。はい、じゃあ心リクエスト曲紹介お願いします。はい、セリア聞いてくださいでしたっけ。あなたっけ。ライブの曲振りと混ざっちゃった。あ、いや全然いいよ、いやライブっぽくでいいよ、はい、全然いい、はい、それでは聴いてください。 OBP でまた一から。ライブっぽく紹介するってこと、うん、まあこんな振りするからね、うん、うん、失礼します。そうだね、先週とかもね、うん、あれ、なんて読んでしたっけ、なんとかで、あのシンガーと、いや、何、例えば、なんとかデーブつけなくて、だから例えば OBP、ま、なんかタイトルなんか前振り、あ、また1から、うん、ないない、あ、前振りみたいないんですか、ないないない、普通になんか前工場みたいなのが入れる、曲振りのセリフがあったかってことでしょ、な、ないないない、歌は歌につれ、歌はよりつれ違う違う、そんなのはない、歌番組ではないで、柔らかく言うと OBP でまた1からっていいんだけど、俺曲紹介するときにでを入れないの、OBP また1からみたいにすると、ちょっと FM っぽいっていう、ちょっとラジオ DJ っぽいからでは入れない、俺は入れない、まあ、入れてもいいんだけど。あ、万代さん、アウトプットの先日予約しました、ありがとうございます。ほら、FM っぽいでしょじゃあ、曲締めるときは OBP また1からでした。そうそう、それでいいと思います。ちょっとラジオっぽい、うん、繋がってんだ。だから、あーってなって。そうか、向こうからけど急に連絡来るってまあ嬉しいね。うん。うん、向こうもなんかあんまり連絡得意なタイプじゃないから、うん、だから勇気出してくれたんじゃないかなと思って、久しぶりに連絡するの。うん、でも あったらあったらで、ね、楽しいもんな。小学校の時の感じで戻ります。うん、最初も、うん、なんかやっぱりお互いちょっと。なんだろう、うん、あ、なんか変わってるのかなとか思ったんですけど、案外とかも変わっちゃってるのかな。本当の友達は離れ出てもつながります、うん、これはもうずっと全然変わってなかった、うん、よかったね、うん、よかった、うん、
パシーじゃないけど、なんか会える時あるよ。そうそう、なんとなく、なんとなくね、不思議よね、うん、あ、ちょうど彼のこと、彼女のこと考えてたんだと思った、うん、あったりね。そうなんだ。いや、だから、そうよ、そんなにたくさんじゃなくても本当に自分のことをね、理解して仲いい友達で何人かこういたらもうそれ十分だからさ。僕の同級生で、東京で地元の同級生にいたやつ見かけたんだけど、連絡先知らないかって言われて教えてあげたんですよ。まさかの同じ駅の近くに両方とも出勤してたらしいです。もう住んでたと。住んでた。だから本当に見かけたのが本当に同級生で、だから連絡取ったら一緒に飲みに行った。東京ではなかなか出会わんよ本当に。人多いらしいですからね。いや多い多い。でもよく東京で会ったねって話なんだけど、めちゃめちゃ面白かったです。しかも東京なんか人の顔あんま見てないからね、はい、みんな。ただすごく面白いの、飲みに行ったっていうのに2人とも下校なんですよ。飲めなくて一緒に飲みに行ったりどっちも飲めないで結局帰ったって言ってました。なん飯食う、喋るだけで十分よ。OBP の曲をたくさんかけるのが一番いいと思う。はい、ではもう曲終わります。OBP また一からでした。 OBP のこういう曲ってさ、はい、聞いたり歌ったりすることってあるの？あ、ありますね。このなんだろう、例えばまだ出してない、今のメンバーで出してない曲でも、うん、この練習として歌ってみようとか、うん、このキーが出るかやってみようとかで歌ったりするんですけど、うん、まあその時に歌詞の意味ちゃんと理解しようとかあるんですけど、うん、この曲もそんな感じで歌詞の意味理解した上で歌うんですけど、うん、遠くにいる人に届ける感じでってなって、うん、でここはそのさっき話してた大阪の友達を思い浮かべて歌ってたんですよ、うん、なるほど。そしたらもうその数日後に会えた、久しぶりに連絡が来て、連絡来てへっていう。いやまあなんかね、そういうことあったりするか、なんかでやっぱ伝わったりするんだろうね、うんうん、でも OBP も曲めちゃめちゃあるからね。うん、うん、そうそう、だからいいですよ。もうこの番組が一番 OBP の曲流れてると思うんでね、はい、また皆さんもぜひいろいろチェックしていただければと思います。はい、在庫女を今歌える人はいないんじゃない今のメンバーでは。はい、さあ、じゃあ、はい、コーナー行きましょうか。はい、上手にいっ行ってみよう。さあということで、この間心がお休みの時に2個とやりましたけれども、はい、上手に行ってみよう、くじを引いて、うん、そのくじに書かれている文字、頭文字で言葉を、いろいろ即興で答えていくということなんですけれども、うんうん、例えば元気が出るもの、はい、とかね、何々なものとか、ね、何々といえばとかを皆さんからお題をもらって、はい、瞬発力を、ねはいこうどのぐらいあるのかなっていうのをこうやっていこうというコーナーなんですが、一度封印したコーナーだったんですけどね、はい、ニコちゃんが来て復活して、で心ちゃんもやりたいと、うん、そうそう、あれ聞いてていけそうだなと思ったんでしょ。うん、思いました、うん、絶対この得意分野だと思うんですよ。 OK、 じゃあやってみましょう。はい、じゃあ、皆さんからぜひお題をそうです、ねいただければと思います、はい何々なものとか何々といえばでぜひ、ねはいお題を皆さん
ツイキャスの方ぜひ送ってください。よろしくお願いします。お願いします。何々なものといえば、何々といえばみたいな。あ、スイーツといえば、うん、スイーツ、あ、できるじゃないですか、うん、スイーツできるできる。あ、いいですよ。じゃあスイーツからいきましょうか。いいですよ。じゃあ僕からいきます。はい、じゃあ、はい、この50ウォン入った紙袋、はい、からくじを引くってことですね。はい、はい、スイーツね、はい、スイーツまだ見ちゃダメですよ、はい、とりあえず一つ選んで、はい、じゃあ直前まで見ないで。スイーツ、ロロ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 、ニワトリみたいでしたね今ね。ロールスイーツって何よ。ロールケーキ、はい、あー、ロールケーキね。答えはあったんですね。答えはあったんだ、うん、いやいや、ローソンとかローランドとか違いますか皆さん。ロールケーキか、スイーツ、そうよね、うん、いや、これローはなかったな。はいはい、じゃあこれちょっと置いといて、じゃあこれ、はい、同じお題でいきます。いや、同じお題で3人ね、とりあえずね、はい、じゃあ杉谷さんいってみますか。はい、はい、いや、いいお題ですよ、まあ、運にもよるからな、うん、スイーツ、スイーツ、うん、はい、じゃあもうはいはいはい、かカルアミルクのケーキ。どう、ちょっと何言ってるか分からない。よく何言ってるか分かんない。カルアミルクのケーキ。どういうことですか。カルアミルクのケーキ。何が言う。カーは何があるかな。スイーツ。柿の種は。柿の種は甘くない。スイーツじゃないからな。なんだろう。カーある？カリント。カリントじゃない。カリントいいじゃん。カリントもスイーツ。スイーツよ。うん、カラメル。ああ。カスタードケーキ。ああ。ケーキ系あるんだな結構。カスタードケーキな。カリントでもあの。和のスイーツっぽくてよかったです。ああ、なるほど、そしたら、うん、か、かりんとうでも出てこなかったな。よし、じゃあ、はい、もう得意な、はい、動かしてください。何のところ入れないの。あ、入れる、同じやつ、うん、いいよ。じゃあ、はい、はい、じゃあ振って、はい、じゃあ行きましょう。はい、これです。はい、目つぶるタイプですね。まだだよ、まだだよ。はい、かかりんとう。あ、ずるい。いいじゃん、超ずるい、うん、そうだよな、やっぱそう。今もずっとかりんとうって持ってましたもん、岩さんがカール抜いときゃよかったな。抜いときゃよかった、抜こう、これ抜こう。まあでももう運もあるからな。まあ、運もあるけど、うん、得意分野なんだよ。いやいやいや。じゃあもう一個お題を、うん、かは入れていいよ。そういう、あ、ロッキー見てくれてますね。ロッキーがロッキーって言ってます。ローのつくわ。なんだろう、お題。カレーといえば。カレーといえば。寒いやつ飲むものといえば。ロッキーこの間あったのよ。あ、そうなんですね。その金言亭アジュさんの落語の時に。ああ、それもやっぱり思いが通じて思ってた。神田さんがもう日頃から。会いたいなと思って、それでロッキー、うん、うん、そうね。寿司ネタ、寿司ネタ、寿司ネタ。冬ソングとかあるよ。冬ソング、冬ソング出るか。いや、こう歌全然知らないんです。俺も、いや、だって世代が違うから。あ、そっか、うん、屋台といえば冬ソング、寿司ネタ、プロ野球キャンプといえば、バレンタインといえば、中華といえば、寿司ネタ行ってみますか。寿司ネタね。寿司ネタ、まあ、ネタじゃなくて寿司ネタってでも決まってるじゃん。選んでください。じゃあどうしましょう。じゃあ寿司ネタで。いきますか。寿司ネタで。いきますか。はい。あ、市町村名でいいんじゃない。あ、市町村名。だから全国の。あ、全国の。うん、あ、まあ行きましょうか。行けるんじゃない。じゃあ僕行きます。はい。はい、時間ねえな。行きます。はい。都道府県市町村名、はい、はい、市町村名、市町村名ね、はい、
目、目、市町村名、目、目、メカル、市町村名。そうね、メカルはだって那覇市メカルだから。そうだもんね。そうだ、ね。市町村名、目黒、あ、そうか、目黒区、目黒、目白でよかったか。ちょっとこちらテンポよくいきましょう。確かにでもメカルしか、はい、俺もメカルが出てきたんだよな今やっぱり。クも、はい、行きましょう。はい、市町村名、心楽しみだな市町村名。いや絶対やっぱわざとですよね。楽しみだな。まず矢さんがお手本見せ、はい、お手本見せてくれるから。これ運もあるしね。うん、和歌山市、まああるわ。まあ、稚内とか、稚内とか。ああ、わあ、わじわわたくさんあるからね。はい、はい、入れて、じゃあ入れます。じゃあ最後、はいはい、はい、お願いします。はい、いきます。けけけけけケニトン州。なんて？え、知らないんですか？ケニトン州、うん、いやいやいや、アメリカにある。違う違う、ちっちゃい州、市町村名だから。知らないですか、ケニトン州。え、ケニトン州、市町村名なんて。ケニトン州も知らないですけど。違う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 、しかも州って言ってるから。あ、州だね。CM です。ギノガルフ。こんばんは、 OBP の心です。毎週火曜夜9時からの、あれなんだっけ、かなさん、ギノガルフです。そう、ギノガルフ生放送でお届けします。リハさん、なんかありますか？え、なんかって何ですか？時間ないのでもういいです。ギノガルフ、聞いてください。心さん、バッチリです。いざ、ワン、ツー、ジャン！宮平乳業の牛乳は、低温殺菌牛乳です。生乳本来の美味しさを、君も一緒に楽しもう。今までないないこんな。だから美味しい！宮平乳業の低温殺菌牛乳。石垣島の三崎牛本店がついに焼肉屋やっちゃいます。ボリューム満点のランチから本格的な炭火焼肉ディナーまで昼夜好評営業中。精肉販売コーナーも品揃え豊富で、その場で食べて美味しければすぐにお土産用に買えますよ。石垣島にお越しの際はぜひ三崎牛本店へ。カメ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 島餃子、今日は餃子が食べたいね。お父さん帰りに買ってきてね。カリッと言い換えてオープン。マーさんの、おすすめの四字熟語とか教えてもらってよいですか？四字熟語、あれです、朝飯前。3文字。ギノガルフ。今のコーナーさ、うん、みんなが調子のいい時にもう一回やろうぜ。俺今日感じてたんだけど、はい、今日3人調子あんま良くないよね。なんかちょっとね、うん、そうですか、うんうんうん、そうだよ、そうかもしれないですね。まだ本気を出せない。ちょっと今日はね、なんかね、うん、本気出してないですね、僕らね。あ、うん、このスタジオ最後だっていうのに、うん、そうです。3人とふわふわしながら、うん、もうエンディング迎えております。はい、ギノガルフ、この番組は石垣島の三崎牛、グッドフィールドグループ、宮平乳業、カメカメ島餃子の提供でお送りしました。でもそれはね、なんか番組途中から感じてたのよ。感じてました、うん、あ、今日みんななんかダメな日だ。まあ、ありますよね、あるある、これそういうのはある。年間で、うん、あるんですよ。1、2回あるのよ、これあるのよ。そうそうそう、うん、で1時間じゃ取り返せないんでしょ。取り返せないよな。、はい、なので、来週取り返そうと思ったら、来週は、はい、FM ギノワン自体がお休みと、はいはい、いうことで、うん、はい、そしてそれあとも言う、
どうしますか、分かんないですかね。あ、でもお休みでもいいですね。ね、はい、ということで、まあ、来週 FM 技能はお休み、はい、で再来週からギノガルフは放送夜はあるんだよね、ここね、はい、FM 技能は夜の番組は放送があるから、うん、再来週は放送あるんだけど、うん、再来週は心がちょっとお休みと、はい、お休みです、はい、ということで、うん、誰かが来ます、もうゲストが、はい、はい、で今ちょっとブッキングをかけてる方がいまして、はい、初めてよね。そうですよね、もしそれが成功したらね、うん、はい、ということで、そのゲストも楽しみにしていただける、はい、だからちょっと心とは2週会えなくまた、あ、確かに、そうか、なりますけれども、うん、はい、まあ、週1で上手に行ってみよう、やってみよう、ね、プライベートでね、んな、今日調子悪いから最後までみんな調子悪いからちょっとまたね、時期をこう改めて、はい、気仙沼市、あー、いろいろあったね、今ですけど、はい、さあということで、もう特に喋ることもなくあと最後にみんなで写真だけ撮りましょう、あ、このスタジオで ね、最後の、はい、はい、じゃあ感謝込めてありがとうございましたといきましょうか、はい、せーの、ありがとうございました、ま た、 また皆さん再来週です、さよなら、さよなら。はい、ということで放送終わりました。ありがとうございました。はい、ということで、心はじゃあ2週お休みと、はい、ということで、はい、3週間もまた。